ベルナール・ピカールによるエングレービング。アレトゥーサを追いかけるアルペオス。アルペオスは、ギリシア神話の神である、エイリス地方のアルペオス側の家臣。エイリス地方の最大の河川である、アルペオス側は、エイリス地方では特に損すされていた。オーケアノスとテイティウスの3000人の子供の一人で、アルカディア地方のプソーピスのオーペイゲウスの父。また、テイレゴネートの間に、 オルティロコスを設けたとも言われる。オルティロコスはディオクレースの父。神話によるとアルペオスはアルテミスに恋をしたと言われる。アルペオスはアルテミスと夫婦になれそうにないと考え、アルテミスを無理やり奪おうと考え、その機会を伺っていた。そこでアルテミスとニュムペイたちが祭りを開いているところにやってきた。しかしアルテミスはアルペオスが何か企んでいると考えて、 ニムペイたちと共に顔に泥を塗った。このため、アルペイオスは、誰が、アルテミスかわからなかったので、諦めて去った。またアルペイオスは、ニムペイのアレトゥーサにも恋をした。しかしアレトゥーサは小で逃げ、コバンデニシチリア島のシュラクーサイの泉に変身した。古代では、アルペイオス側は、シュラクーサイのアレトゥーサの泉とつながっていて、川の水が海に混ざらずに海底を通って、 アレトゥーサの泉から湧き出すと信じられていて、アルペオス川に流したものがアレトゥーサの泉から湧き出ると言われていた。こうした伝説からアレトゥーサへの恋の物語が生まれたとされる。ありがとうございます。